サンドリアにおけるこの時代における図書館というものとその後の時代における大学というものはどういうふうにその対峙できるのかなここでですねそこに座ってらっしゃる後藤さんにちょっと振りたいと思うんですけども、よろしいですか。後藤さんは、僕らを助けてくれてる人で今図書館の方の研究を進めてらっしゃいますので後藤さんちょっとコメントいいですか。改めてゆっくりお話を聞く機会もあると思いますけども、先にやりすぎるんだな先生たちと一緒にアレクサンドリア図書館のプロジェクトの最初の構成とか実際古代の部分とかは編集して作らせていただいたりはしておりますが図書館の研究をしているわけではないですあくまでも問題感としてもあれで、それをご承知聞きくださいで今のご質問の中でそのアレクサンドリア図書館のネットワークっていう意味で言うとアレクサンドリア図書館における一つ大切なポイントっていうのは図書館の皆さん建物として固まったものとして考えていただきたくないということです。アレクサンドリア図書館っていうのははっきり言って、日本でも結構有名ですけど西洋世界においてはもう地の一つのシンボルになっていますけれども、図書館がすごかったのも事実ですけれども図書館だけがすごかったわけではなくて図書館に無声音っていう逆に言うと研究機関があってそこにプトレマイオス1世のソーテールが世界中から要するに、デメトリウスの進言によって世界中の賢人を集めて学術センターを作ったわけですね。ですから図書館はむしろそれの付属機関というふうに考えていただいても間違いはないというそういう考え説もあるくらいだということをまず認識してください。その上で結局世界から集めた貴重な資料っていうものとそれから世界から集めた学者その両方があってそこでジャンルを超えた結局学問の話し合いが特に当時の学問はやっぱ人と人とが話し合ってしかもそこで出てきた内容についてそれが本当にそう書いてあるのかどうか過去の記録を調べてみようってその文献についてそれについてまたこう付け加えていくというそういう形で進んでいきますのでその人と資料とそれが語り合える場があるということがその学術センターとしての優先音と図書館にとって非常に大きなポイントだでしかももう一つ加えさせていただくとその場であったっていうのは実際のリアルな場であったっていう点に関しても今の考古学とか歴史学の研究からこれはそのうちどこかでお伝えすることもあるかもしれないんですけれどもその成果の一つとして、アレクサンドリア図書館 の本館部分のまだ遺跡というのは見つかっていませんから分かりませんけれども一応類推されるあれで申し上げると、決して今の図書館みたいに本だけが並んでて学校別々の机があってとかそういう形ではなくて、皆さんも古代のあれで歴史の時に倫理かなんか習われたと思うんです。アリストテレスっていうのは商用学派って歩くというですねその商用学派 の人なので結局どういうふうにそのみんなが話し合ったかっていうと、歩きながら結局その行ったり来たりしながらそのいろんなことについて論議をしたり時にはその、パピルスを広げてやるそういう台があってとそういう世界でできたっていうことが一つとでそういう環境が絶対図書館の中にあっただろうということが考えられるの一つでもう一つはアレクサンドリアのプトレマイオス朝自身がそういった学者をものすごく優遇したはっきり言って税金も免除です食べ物もタダでした、生活も保障されていましたそういう中に、人を呼んできて住まわせて好きな研究をさせたっていうそういう部分がありますのでそういった意味ではその図書館が今の大学につながってたかっていうご質問には図書館そのものっていうよりも図書館プラスムーセオンのそのムーセオンの部分が今 そのアカデミーとかそういうものにつながってきたっていうことは間違いなく言えるみたいな。ありがとうございます。あれですよね、ムーセオンはムーサの場所ミューズですから創造の神ですね、創造の女神ですから図書館の脇に無声音というものを作ってでそこで創造すると、そこでは今の話でいろんな人たちが集まって
食べ物を正してもほとんど Google キャンパスなんですけども、そういう状態があったというふうに考えていて、そのひな型が後のいろんな研究所とかになってくるんですが、ただ大学というのはまた別の発達をするんですね。我々が知っている大学、例えばオックスフォードだとかっていうのは、逆にですね、そういうルーツとは全く離れた形で、中世に入ってからですね、一種の寺子屋みたいなところから出発していくわけで、それがすぐさまですね、今の大学になっていったかどうかとは限らないと。むしろルネッサンスの時に、その古代の文献に急激に触れる時期があって、その時に、再発見された仕組みじゃないかと思うんですね。でルネッサンスは当時あれですよね、各地域でいろいろ勉強しているのにですね、突然ですね、いやこれからね1500年前ぐらいの文献が正しいんだって突然言われるというめちゃくちゃな事件が起こるわけですね。そういう時期にこの、こういったアレクサンドリアで蓄えられたものがまたそこに入ってくる、そういうことがあったと思います。そこについてはよく分かりませんけど、今後藤さんおっしゃったような形でそのひな型はあったんだと思います。ただそれが歴史的にこう、スムーズに発達してきたというわけではないでしょうね。はい、ごめんなさい、次。アドラは日本で上映されてないと思うんですけど、レイチェル氏の人気なので、アドラは全然聞いてるんですけど。レイチェル・ワイズの大人は、彼女の、主人公の女優ですね。映画を撮るのが大変でした。私も行きたいなと思って、ゲルトを見ませんので。あれはもう、日本で上映してやらないですよね。やらないですよね。ついの映画はやっぱり売れないという。そうですね。いや、ギリシャ語のことなんです。はい、実はギリシャ語がその聖書に関してのあらゆる面で一番古い原点であって、でこれは歴史的なものがギリシャ語としてですね取りまとまって残っているのに、その後ですねギリシャ語があまり強く残らなかった。私もそのラテン語というのはなんとなくみんなギリシャの古典というイメージがあると思ってますけど、実際にはギリシャ語が一番現存する中では一番その古典を主役して、しかもこのような図書館もあって、ところがその後の文明の中核の地としてもですね、ギリシャ語というのはなくなったわけではないけど、むしろラテン語は何となく中核になってその後消えてしまっている。ギリシャ語は幻想の文明と文化と産業と国として残っているにもかかわらずですね、原点のギリシャ語をラテン語を学ぶ人もいても、ギリシャ語を学んで本当に本来の聖書って意外と少ない。これはなんでギリシャ語が消えてしまったのかというのは、これだけ古典ルーツがありながら、言葉というものの本来の強さ、ちょっと最近、英語が今、強いですよね。まあ、ですね。でも、これで言いますとですね、2000年ぐらい経つと、英語もそのうち消えてなくなって、はい、全然別物になってしまうのかというと、言葉も虚しいなと思ったんですけど、ギリシャ語の不思議ということを教えていただきたいと。それは分かりませんね。理性としてですね、一番この古典が整ってたはずなのに、その言語的な覇権を取れなかったというのが不思議だなと思っています。一つはローマが、ローマという国は自分でイノベーションする文化じゃなくてですね、すでにある発明をですね徹底的に改善するという文化なんです。ですからローマ建築というのを見ていただければ分かるように、ギリシャのモデルを使って徹底的にコンクリートで作るんですね。ですからローマの遺跡はコンクリートです。ほとんど石じゃないんですね。ギリシャ遺跡は石ですけども、ですから言語についてもギリシャ語のですねエッセンスを彼らはラテン語の中に十分につないでいったというふうに思うのが一つと、一方でギリシャの方は、ですねこのビザンツ帝国以降はイスラムの世界に入っていく、そういう中でですね今ギリシャに行くとですね、トルコとギリシャの見分けがつかなくなっていると思います。今のギリシャはむしろトルコです。ですからギリシャ料理屋とトルコ料理屋が並んでると、どっち入っても見分けがつかない、です。名前がちょっと違うだけです。食べるもの食べるそういうようなことでですね、そういった歴史的な中でギリシャは伝っていったというのがあるかもしれません。まあ、答えになってないと思いますけども、そういう事情はあったんだと思います。はい、あとなんか、すごい幼稚ですみません。ベルガモンというのは、
カモン、カモンの神殿。ペルガモン。ペルガモンはですね、あの今のシリア、シリアですね。はいはい、ペルガモン。はい、でそこであのドイツ人の考古学者がペルガモン発掘してですね、それであのこう持ってきたというのがこの、さっきのベルリンのペルガモン博物館で、あのベルリンで有名な博物館塔というのがあって、あの博物館が集積している地域があるんですけど、その中の、まあ、目玉の博物館なんです、ね、あのぜひベルリンに行かれることをお勧めします。大英博物館ちゃいますよね。大英博物館ね、そうですね、ええ、よく行かれるんですか。ペルガモンは非常にいいと思います。あのえペルガモン博物館、はい、今はベルリンにありますですから、はい、どこにあるかというと、はい、他にございますか、なんか、はい、